今日は、今日も園田競馬場ようこそお越しいただきまして誠にありがとうございます。ちっちゃいおっさん田んぼ祭り楽しんでますか皆さん、はい、雨の中ですけどもね、今日はですね各イベントたくさんございますんでね、園田競馬場最後まで最終レースまで楽しんでいただきたいと思います。今日の選手会、私 OBC ドラマティック競馬総合司会西村俊哉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。西村さん、はい、いよいよね OBC ラジオ大阪は5月16日からですね、ナイター、その金ナイターの実況中継を行うことに決定いたしました。ありがとうございます。それで今日はですね、この開始記念のトークショーということで、このステージに登場させていただいております。早速ですね、そのオンエアにも登場いたします、スケールフラッシュウェイトの代表4人の方登場していただきましょう。まずは葵さんどうぞ。それは無理だ、それは奥ちゃんしかできない。はい、どうも、はい、葵さんです。はい、次は川瀬さんどうぞ。あみちゃん、はい、いらっしゃい。はい、ようこそ。はい、こんにちは。はい、川瀬さんです。あーちゃん。はい、次は神崎さんどうぞ。まなみー、まなみー、はい、まなみー、はい、神崎さん登場です。マイクない。そして最後は佐藤さんどうぞ。ゆうめしー、ゆうめちゃん。はい、今日はですね、スケールフラッシュヘイト代表4人の皆さん、もう一度大きな拍手をどうぞ。はい、はい、葵さん、皆さんね、ちょっと、はい、肌寒いですよね。そうですね、ちょっと寒いですね。でも衣装を着てると、やっぱり気合入るでしょう。そうです ね、もうこの衣装を着た瞬間から、私たちはもう SK のフラッシュヘイトですからね、まあ、今日は OBC、このソノキンライターの中継の、はい、これ記念ということで、はい、トークショーでございます。皆さんもね、はい、放送に出ていただくと。そうなんですよ、はい、私はすごいね、ラジオデビューですよ、ラジオデビュー、もう最高です。もう初泣きがそのキングライターの、ね、はい、はい、はい、じゃあ自己紹介の方、まずあの青瀬からお願いします。はい、はい、私 SKN フラッシュ8、今年もリーダーを務めさせていただきます、さあやこと葵さやです。皆さんよろしくお願いします。次は、はい、同じく継続メンバーですね、はい、2年目となりました、あーちゃんこと川瀬亜美です。あーちゃん、はい、あーちゃん、あーちゃんでございます。はい、そして3人目は、はい、笑顔が似合うキュートガール、まなみんこと神崎まなみです。はい、神崎さん、神崎さん、こういうノリやったんですね。そうなんです。前のみ込むような感じで、ね、気合い入り系ですね。控え室でものすごいおとなしい方だったんですけど、ステージ上がったら急に表演するという。はい、次や、次や、はい、俺は好きな姉ちゃん。はい、みんなで一緒に、おはもんもん。ありがとうございます。 SKN フラッシュエンドの今世紀最上級癒し系、癒し系高校の佐藤由美です。よろしくお願いします。よろしくちょっとさ、あの大きいおっちゃんついていかれへんから。大丈夫ですか。なんでやちょっとね、西村さんだいぶびっくりしてた。今ものすごい、もう一回やってくれ今の。もう一回よ、せーの、みんなで一緒に、おはもんもん。あれ、もんもん、なるほど、はい、左から行く。これ一回ちょっとあの今度かぶとかぶってやってみたいね、みんなでね。あ、そうですね、おはもんもんみたいなね。はい、よろしくお願いします、はい、まず、あ、皆さんがこうやってあの SKN で、このステージを盛り上げたりね、はい、その他競馬場で、いろんなこうイベントに出演したりということでございます。この後あの予想トークショーの方もね、はい、フェイスの方で、はい、参加させていただきます。はい、で最近あのなんか演歌レコーディングしたっていう情報を聞きましたが。そうなんですよ、 この度私たち SKN フラッシュ8、はい、ね、何なんとレコードデビュー、レコードはね、まだわからないんですけど、皆さんのご要望があれば、はい、そうなんですよ、はい、なんと男子付きの歌が、男子付きの、はい、歌、ちょっと振り付けがついた感じで。どんな歌なんですかそれは。え、演歌でしょ。ちゃう、やってみる、いっちゃう、はい、ワンフレーズいっちゃう。ワンフレーズお願いします。はい、はい、シャッターチャンスです。いきます、せーの。飛行機雲が見える空、今日は快晴いい天気、お手を拝借皆様でその気分どう。こんな感じです。そのなんかもうそのドリフのノリですけど、それはあのなんかこうなんか80年代意識してるとか。いや、
そんなこともないですよね。まあでも演歌ってね、あの、はい、あまりこうほらプライベートでは歌ないと思うんですけど、カラオケ好きなんですよ皆さんは。そうですね、大好き、はい、え、どんな歌歌うんですか。私結構演歌歌います。演歌歌う、はい、なんか津軽海峡系とか、なんか大好きですね。でも一番好きなのはふいみちゃんなんですよ。あ、こぶし切りかして、そうなんです。夜桜お七という曲を歌ってしまう。あ、川瀬さんは。私もそう言おうと思ってたんですけど、あれちょっとちょっとかぶりました。二人とも演歌なんですか、じゃあ。そうですね。あ、いや、この方はどうでしょう、神崎さん。私、はい、さっきも聞いてもらって考えてたんですけど、ちょっとまだ思い出せないです。カラオケは絶対入れるタイプです、このタイプ。打ち合わせからだいぶ経ってるけど、はい、そうそう、もうあのちゃんと歌入れたかって言ったらじーっとしてる人ね、はい、歌聞いてた、はい、そういうタイプ。そういうタイプです、はい、佐藤さんは。そうですね、はい、私はアニソンとか歌ったりも、こういうタイプいますよね、はい、声の可愛さを生かして、はい、ね、アニソン、はい、どんな歌が好きなんですか。マクベスとかモノマネでやっちゃいます。モノマネつけて、モノマネ、アニソンとかね、はい、これゆくゆくはでも分かりませんよ。なんかね、こういうアニソン系の歌なんて言ったらね、演歌からだんだん、おー、したい、ね、しかもあのサンバのね、あのショーとかもありますから、これサンバのノリでやったりね、ありますけど、はい、でまあ、今日はあのそういうね、レコーディングをして、レコーディングというかこのね、演歌を発表してね、はい、ますますこれから活躍する皆さんもございますが、はい、今日あの抽選会もあるそうですね、はい、ガラポンで。そうなんですよ、当日はですね、はい、あの案内所付近でその金昼一ガラポン抽選会を、このシルバーの衣装で盛り上げちゃいます、このガラポン抽選会は、はい、これ、いろんなね、味覚で500人以上で参加できると。そうですそうです、私たちの、 あのポスタービジュアルで作ったマグカップや、金曜ナイターポスター、はい、クリアファイルなんかが当たっちゃったりもします。はい、クリアファイルもあるんですね。めっちゃ喋ったんですけど考えましたねやっぱり。その他の、私がサンバの踊りは、あ、さん、そうなんですよ、はい、あのね、ちっちゃいおさんとソラタン、そしてハバタンや、カンベカンベしてますか、はい、と一緒にサンバが踊れるんですよ。サンバ、そうなんですよ、これね、もちろん来場者の皆さんも一緒に踊っていただくこともできるので、はいはい、ぜひ参加してみてください、ね、はい、はい、それから、私が今日は登場ということで、やはり、はい、ラジオ大阪がですね、5月16日から生放送で OBC ラジオ大阪園田金曜ナイター公開生中継やります。SKN プレイスの方皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、あそこでね、生中継ありますから、ぜひともあのお越しいただきたいと思います。ライブですよ、ライブで中継をしながらですね、この金曜ナイターを一つ一つ馬券ゲットのために頑張っていこうということなんですが、スペシャルゲストも実は登場でございます。5月の30日皆さんチェック入れてくださいね。公開生放送にあの元近鉄バファローズ前日本ハムファイターズの監督の梨田正隆さんがゲストでお越しでございます。梨田さん、すごい、梨田さん、僕がゲスト、そうなんです。すごい、その当日5月30日は6時30分からオンエア、いつもですと7時から夜の8時半までのオンエアなんですけども、はい、ちょっとあの前倒しをしましてね、6時30分からスタートということでございます。厳密に言いますと7時から夜の8時26分までの放送でございますんで、ぜひともね、お聞き逃しのないように、はい、誰か一人は登場ですから、おお、喋れるかな、誰か一人は登場ですよ。ちなみにそれは1回限りのイベントです、はい、何を言うんですか。その金ナイターのある限り、はい、おやります。いや、毎週ですね、毎週ですよ、毎週激アツ、激アツ、毎週来てください。いやー、嬉しい、皆さん毎週来てください、毎週馬券で盛り上がりましょう、はい、ちなみにちょっとだけあの内容を言いますと、はい、僕が予想するコーナーもあります。おお、西村さん勝率はどうなんですか、今までの、1着4着の男や、1着4着な、2着3着飛んでます、よう飛ぶね飛ぶなぜかあれ、あ、じゃ、でも1着は当たるってことですか。そうですね、1着はよく当たる、時空馬探しを鬼と呼ばれてます。おお、1着4着やね、4着かなんでか、はい、穴を狙うから、ああ、ね、そうでしょ、だって佐藤さんね、はい、穴を狙ったらほらやっぱなかなか来ないじゃない。そうですね、はい、そうでしょ、はい、何その的中せえへんな顔してる。的中率はどうなんですか。
だからそんなめったに当たれへんわ。でも1着は当たるんですかね。2分の1だから単勝買おうと思ったら、はい、応援ライジンの単勝今日見たら 1.1 倍今1.1倍やからどう買おうかな思ってんねん今、はい、でもそういうことです。穴馬がどれなんだというコーナーなんかも用意してます。あ、なるほど。だからそれぐらい切ったらでかいですよ。でかいですね。でかいですよ。この生放送で皆さんと一緒に大検討しながら、はい、ね、ちゃんとあの先モニターもチェックしました。モニターに馬柱を立てて、ね、オッズまで立てて、ね、皆さんが欲しい馬券のですね、内容オッズチェックもします。ね、1番人気はコーナー、2番人気の3連単はこのオッズ 7.5 倍とかね、全部弾き出しますから、ぜひともね一緒にライブで盛り上がりましょう、はい、毎週でございます。毎週、はい、毎週その金ナイタある限りある限りとここをちょっと力入れとかね。そうですね、そう思うんですよ、はい、ところであの縁日もこれ盛り上がってるんですけどね。すごいですね縁日。あなた皆さん好きですか。大好き。神崎さん、神崎さん、はい、縁日もちろん好きですよ。好き、はい、はい、クレープ買ってください。なんでクレープ買ってください。そんななんでおっちゃん頼むねん。無料や。縁日大好きなんでクレープ買ってください。縁日これねステージ周辺に縁日ございますけども、これ無料の屋台がね、これ、その気ナイターでは出るんですけども、はい、このちなみにですね、16日その気ナイターのー例えば内容としましては、これね、先着100名様、はい、100名様にこれ美味しい縁日を用意しております。で内容はですね、2時からは骨なしフライドチキン。めっちゃ食べましたね。食べました。骨なしフライドチキン。3時いくよ。3時。揚げパンアイス。めっちゃ食べましたね。アイスちょっと感情込めて。あ、はいはい、次いくよ。4時から。はい、コロッケ。普通。普通でいいやんコロッケ。普通です。そんなコロッケ食べたら4時ぐらいになったらお腹すくやんかみんな。そうですね。ちょうどいい時間ですね。はい、4時。あ、お腹すいたコロッケ、コロッケやん。あ、これもう一回言っときますよ。先着100名でございます。100名でございます。100名ですよ。はい。次行きますよ。5時からポップコーン。ポップコーン。これポップコーン行きますよ。ちなみにポップコーンはブラックペッパー、焦がし醤油、チーズ、どれが好きですか、あおいさん。どれも美味しそうですけど、私はやっぱりキャラメルですね。ないよ。なかったですか。なんでキャラメル。なかったですか。焦がし醤油とかあるじゃないですか、チーズとか。じゃああえて言うなら焦がし醤油。焦がし醤油。あえて。あなたみたいなタイプがデート行った時にあえて言うならというね。ダンス男のテンションバーン下がって。はい、佐藤さんは。やっぱり、はい、キャラメルですかね。キャラメル。君もや。かわす。はい。私はやっぱりメープルかな。メープルないよだから。言いますよ。ブラックペッパー、焦がし醤油、それからチーズと。これがね、このポップコーン。夕方の5時からでございます。はい、もう一人います。先着100名でございますよ。はい、次それから、最後6時からはなんと杏仁豆腐。杏仁豆腐、これあの大体油粉も食べた後杏仁豆腐と美味しいよね。やっぱり食べ物の締めにはやっぱりね、そうなんです、あっさりしたもの。やっぱあのね、縁日で楽しみながらその近代化を楽しんでいただこうということなんですね。一日を通して楽しめますね。そうなんです。だからね、あのお子さんと一緒に来て、夕方からね、こうやってあのいろんなこう屋台回りながら、はい、縁日屋台回りながらで、馬券の検討をしていただいて、はい、で、美味しいね、このものを食べて、はい、お腹いっぱいになって馬券ゲット、はい、最高じゃないですか。そうですね。でそこに、今度はラジオプラスでラジオ大阪が生中継をするということで、うん、ね、その中に私の予想も入ってると。おお、それ一番楽しみなやつですね。ほんまかいね。え、でもちょっと待って、君たちも予想するんですよ。もちろんですよ。大丈夫。もちろんですよ。もう去年から私たちも鍛えてるもんね。君たちも必ず予想してあげてもらいますから。はいはい、ね、大丈夫です。で、まあね、入ったね、外れたっていうことをやっぱこう皆さんにラジオを通して、ね、はい、ご紹介するということなん で、はいでね、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、はい、てなわけでございまして、今日はですね OBC ドラマティック競馬金曜版、その気ナイターの生中継、公開生中継のお知らせということで、このステージトークショーを展開してまいりました。ぜひとも5月16日オンエアは夜7時から8時26分まで、はい、そして縁日はさっきもご紹介しました、先着100名様2時から
スタートでございますからね、ぜひともね、お越しいただきたいと思います。はい、今日は公開生中継のトークショーでございました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。この後は柏餅ですよ。柏餅がありますし、SKN の皆さんはトークショーがありますしね、はいはい、それから今日はね、なんとサバンナ八木さんとちっちゃいおっさん の愛犬の八木、ね、八木くんがなんと世界で初の人とワンちゃんのトークショーがあると。お、はい、これも、ね、漫才があるということで、これも楽しみですけどね。そうですね。最後はカブト、皆さん追ってきましたか。持ってきましたか。昨日サンスポで降りました。サンスポで降りましたね。降りながら記事見てたらフックン別居って書いてあったけどね。あんまりちょっとよろしくない。これカブト俺どうかな。いやいや、はい、ちゃんと追ってきましたから皆さんね、はい、折ったカブトも用意していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。SKN フラッシュ8の代表の4人の皆さんでございました。どうぞ大きな拍手をどうぞ。ありがとうございました。